はいどうもこんにちは、ザマと申します。天真爛漫実況を続きやっていきましょうということで、いやなんと2通目のね段ボールが届くという前回ねそしてもうあの今ねあのそれを開けようとしてるんですけどね、あのまさかのあの生き物シールが貼ってあるということで、まあ、今回もねあの宇野花さんみたいな感じで上役のあの神様に騙されてねまあここに連れてこられたのかなっていうね感じなんでしょうけれども、まあ何なんでしょうかね、うん、まあいろいろとちょっと気になるところではありますが、はい続き見ていきましょう。俺の声を無視するように宇野花はバリバリとガムテープを剥がしていく。ためらいのない動きでガムテープを剥がし終え、勢いよく箱を開けたその時、小さな影が飛び出した。え？影？おい、宇野花、一体何が？小さな影が素早く部屋の中を移動し、てか早すぎて目で追えない。ちょっと待って待って。え、やばいやつ？これまさか。敵？敵ではないよな。なんなんだこれ？まずい。ハルキ、逃げろ！マジやばいのこれ。これやばいやつなの？逃げろってどういう？宇野花の忠告に反応できない俺に、小さな影がまるで突撃するかのように突っ込んできて、やべえじゃん。マジか。兄さん！え、絶対絶命？あ、遅かったか。待って、今シュパって落としたよ。待って、え、突き刺さったの？とっさに体をかばった俺の右腕に何かが食らいついている。食らいついている。何か犬ぽいけど、耳と尻尾が犬の割にでかいようなっていうか。いってもうがっつりがっつり今回生き物ですね。犬これ。え、猫犬？なんか見た目ちょっと犬っぽいけど。兄さん大丈夫ですか？大丈夫か。痛そうだけど普通に。痛い痛い、離せって。腕をブンブンと振ってみるが、獣はしっかりと歯を食い込ませて全然離そうとしない。いや痛いだろうなこれ。兄さん宇野花、なんだこれ。つか痛いから早く取ってくれ。落ち着いてください。兄さん、そんな時はほらね、うん、怖くない、怯えていただけなんだよねと優しく微笑みかけるんです。どこの知識ねそれ。どこの知識なのそれ。本来人には懐かないリスとかキツネとかの動物だって一発で懐きますから。そうなんですかそれ。それ何のネタそれ。わかんないんだけどそのネタ。無理、この痛みの中で笑うとか絶対無理。やめるんじゃルリ、そやつは別にうまくないぞ。ルリ、あ待って待って、すごいあのなんか声なのかわかんないけど、シャーみたいな。何？未だ興奮状態の獣を宇野花はゆっくりと俺の腕から離す。うわ、歯型がくっきりと残ってちょっと血が出てる。結構噛んだな。いやマジかよ、なんか恨みでもあんのか。大変です、手当てしないと。サナ、それよりも今は先に話をさせてくれ。警戒してんな。こら、威嚇するでない。ペシッと愛情を感じさせる動きで宇野花が獣の頭を軽く叩く。それ狐か。宇野花は知ってるのか。うん、この狐はな、わらわの世話役。おう、従者とかお月のものというような感じなんじゃが、なんでここにおる？てか今まで なんでお月のものをさ釣れずにさここまで運ばれてきたの逆に。心配してここまでついてきたんじゃないの多分。なんか従者がないきなりさダンボールで、あーあーあのー、あ宇野花か、あ宇野花姫だったらもう行ったよみたいな。ってなってたらさ、さすがに追いつくよな。追いついてくるよな。動物のくせに言葉が通じているのか、宇野花の質問に対して狐は自分が入っていた段ボールに戻る。おお、戻ったんだ。そしてごそごそと中を漁っていたかと思うと、一枚の封筒を加えて宇野花に渡す。ああ、何かしら目的があるのか。
うの花は封筒をビリビリと破って中から手紙を取り出し目を通す。誰からだ？わらわの上役の神じゃ。おう、どうにもこうにもルリが寂しがるからこっちに送ると書いてある。なるほどな、まあだろうな。てかちゃんと連絡しなかったのが、あ、してしたけど、あのちゃんと俺私行くからなって言ったんだけど、ちょっと寂しがってついてきたのが。ルリちゃんって言うんですか？ちゃんと名字もあるぞ。おう、リンドルリ、わらわが名付けたんじゃ。いい名前じゃとは思わんか。はい、ということでリンドルリさん、まさかのね4人目のヒロインでございます。まだちょっとね姿的には獣ですけどね、うん、まあおそらく、まあ、人間化というか、まあ、できるんでしょうね。んなことより話の内容から考えると、その狐もこの家で暮らすことになるのか。まあそういうことになるかな。無論お主らに問題がなければじゃが、店の方に入らないようにすれば、ああおじいちゃんも許してくれるんじゃないかと思いますけど。まあもうペットみたいなもんだからな。あの獣状態だったらペットみたいなもんだからな。さすがにちょっと飲食店のところにまあ行かせるわけにはいかないよな。っていうか危険な獣だぞ。ちゃんとしつけてるのか。人に噛みつくような癖を持った危険なペットと暮らしていくほどの心の余裕はない。そうだな、別にそこまで危険でも話が通じない相手でもない。まあそうだよな、だって外に行ったら危険が伴うし、家でも噛みつかれる危険が伴うのかみたいな。憩いの場所でも。なあ、もう家が唯一の憩いの場所みたいな感じだけどな。うん、話が通じるってこの獣が。話を信じられず指差しながら怪訝な顔を浮かべる俺。そうだろうな。再びじゃん。ギャース、また噛んだ。兄さん、チャンスです、うん。今こそ優しく微笑んで、あのセリフを。もうなんでそれを言わせたいのね、サナさん。だから無理だって。やめよと言うに、ルリ。がっつり言ってるよね。もう顔がもう、もう、もう行く、もう、噛みちぎろうとする顔だよね、もうあれ。大丈夫なのかな。なんか恨みでもあんのかな。再び宇野花の手によって引き剥がされる狐。うわ、また歯型か。なぜそんなに不機嫌なんじゃ。の、うん、黙っていてはわからぬ。それにいつまでその姿でいるつもりじゃ。いつもの姿になってはどうじゃ。その方が話しやすい。いつもの姿。お、いつもの姿。実は狐じゃなくて猫だとか。尺に触ったようだな。そうか、狐なんだな。怒った。威嚇するように歯を見せつける狐。口で説明するよりも見た方が早い。ルリ、いつもの姿になってくれぬか。お、お願いします。あ、宇野花がそう言った次の瞬間、突然キツネの体から光が放たれる。な、なんだ。出ましたね。いやー、猫耳いいですね。つかキツネの耳は残るんだね。なるほど。まあなんか猫耳はちょっと俺のね、ゆずさん実況だとまさきガイアールさん以来なんですけど。いやいや、まあ一応ね、あずささんもいましたけどね。あずささんはまあ一応ね、なんかよくわかんないけど耳出てくるみたいな。人間なのに耳出てくるみたいなね。怒るときだけ出てくるみたいな感じでしたけど、今回ちょっとデフォルトですよね。何このなんか羽みたいなの。すごいね、この羽で、なんか鈴もつけて。もうペットみたいな感じだね、これ宇野花さんの。はい、じゃあ見ていきましょう。思わず目を閉じた俺が次の瞬間に見たもの、それは小さな女の子だった。なんかすごい警戒されてんな。この子はもしかしてリンド・ルリ、さっきのキツネじゃ。ルリさん、プイプイってプイって。はあ、どうやらまた何かを引き込んでしまったらしい。宇野花がこの家に来た時以上に面倒なことになりそうな気がした。大丈夫かな、ちゃんと会話できるかな。ちょっとコミュニケーションが取れそうな気配がないんだけど。お、4月30日。
不幸の底の春樹何これ何これ何これあのジブリかなんかのやつラピュタみたいな。いや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 、はい、じゃあ見ていきましょうか。お兄ちゃん起きて。お兄ちゃん、んちょっと宇野花さんかなちょっと声的に宇野花さん、まああのね好きな声優さんなんで一発で分かっちゃうんですけど宇野花さんでしょうね。サナ、朝だよお兄ちゃん、うん、ほら起きないと遅刻しちゃうよお、よの言い方ずるくない？おーっつって。でもサナって俺のことをお兄ちゃんって呼んでたっけ兄さんだよな。おはようサナ。おはようなのお兄ちゃん。どうした宇野花さん、どうしたの？最悪だ。そんな嫌そうな顔をするでない。せっかくお主に妹萌えを体験させてやっておるのに。そうだぞ春樹くんいいじゃないか。朝からなんだ、そんな嫌がらせをするためだけに来たのか？いや違う、その昨日の礼をしにな。お、昨日の礼？昨日の礼っていうと服のことぐらいしか思いつかないが、服のことならもういいって。あれは昨日で終わりだ。そういうわけにもいかん。でも残念ながらわらわには返せるものが何もないから、うん、だからせめてこの体でもうやめろっつってのもう。からっ、いや落ち着け、素数を数えて落ち着くんだなんでそんな方法を取るんだよ。1,2,3,5 って1は素数じゃないぞ俺もうダメだな、もうつまりはいつも見たく天罰のために来てたんだな。つまらん、そんなのはつまらん。もっと慌ててくれなきゃ吸い出してやらないと。なんでスネるんだよな、同じような思考でいつまでも、ん、手口でいつまでもからかわれてたまるか。そんな余裕がある態度は春樹じゃない。ポンポン、ちょっと押し倒したいなそろそろ押し倒したいぞマジ。おう、言ってて恥ずかしくないのか。年を取るとな、おう、どうもそこら辺の感覚が鈍ってくる傾向にあるんじゃなんかさ、お姉さんキャラがそういうなんかさ、ぶりっこしたりとかさするのたまにありますけどさ、ありますけどさって言ったりなんかそういう感じなのかな。どうなのね、でも年取りすぎてるからな何百歳とかでしょ多分。どうなんだろうな。言いつつ宇野花のしなやかな指が俺の顔に伸びてくる。とはいえあまりゆっくりとお主をからかうこともでき、そろそろ朝食じゃしな。お、やっためっちゃ顔赤いじゃん。見た目は俺とそう変わらないくせに俺たちのような年ではできそうにもない視線、その視線に見入られ俺の体が固まってしまったかのように動かなくなる。どうしてもこの瞬間だけは馴染めない。迫ってくる宇野花の顔、頬に触れる柔らかな指、そして触れ合う唇、いいなぁマジで羨ましいぞお前いつものごとく宇野花の吐息が俺の頬をくすぐり、ついでに腕も吐息でくすぐられる。え？あれ？なんで腕に？っていうか、これ待てよ。ちょっと、また噛まれてないかこれ。いってーっ！なんじゃ、ルリ？話せっていうか、お願い話して！ルリ、昨日も言ったであろ？噛むでない。だって、神様がこいつに変なことされたから。おちゃんと喋った。まあそう、喋ってもらわなきゃ困るんだけどさ。いやまともに喋ってくれたね昨日はプイで終わっちゃったからな。うん、いや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 、いやそれは違うんじゃが、ちゃんと見てた。あ、本当にちゃんと見てたなら俺を噛むような流れじゃなかったと思うんだが、お前そこら辺の説明をしてないのか。こっちに来る前に一応ちゃんとしたんじゃがな。お、兄さん、叫び声が聞こえたんですけど、どうかしたんですか？もうみんな来ちゃったよ。
さっき俺が噛みつかれた時にあげた声のことだろう。心配になったサナが部屋の中に飛び込んでくる。いや別に何でもない。ちょっと噛まれただけだ。またですか？本当困りましたね。すまぬ、ルリにはわらわの方からちゃんと言っておく。とりあえず朝食にせぬか。まず着替えるから全員出て行ってくれ。はあ、やっぱり一日ぐらいじゃ慣れないか。なんとかしたいな。そうだな、うん、お前もそうだし、まあ、ルリさんもな。じゃないと身が持ちそうにないし。いや、きつそうこれ。大丈夫かな。結局昨日あれから宇野花の説得もあって挨拶をするにはしたんだけど、リンとルリの一言だけだったし。そっけないな。まあそんな好きではないっていうのは伝わってくるよね、このルリさん的には。うん、ハルキくんのことはね、未だに敵意バリバリで全然懐こうとしないっていうか、好きあらば噛みつこうとしてくるし、歯型が消えるどころか増えていく一方だ。いやー辛すぎる。痛そうだよなあれ普通にな。ずっとあれ受けなきゃいけないのか。どうしようかな。短すぎるんだけど、今回ちょっとここまでにしようかな。いや、もうちょい見るか。じゃあ、じいさん、行ってくる。行ってきます、おじいちゃん。しっかりと勉強してこい。どこか行くの？お。勉強じゃ。これも試練の一つでの。ルリはここでおとなしくしておれ。新一郎たちに迷惑をかけぬようにな。わかった。神様がそう言うなら。ああ。この世に不慣れなんじゃから、勝手に動き回るなよ。まあ、宇野花さんには結構懐いてんだな。うん。わかった。あと、わらわは神という身分を隠して、宇野花姫という名で暮らしておる。うん。故に、事情を知らぬ人間に神様という呼び名はあまり聞かれたくない。もうそれさ、その会話をさ、新一郎さん聞いたら、聞いてたらさ、まあ聞いてないか、さすがに。いや、すげえよな、堂々と話してるけどな。じゃあ、姫姉様。お、なんだかすごくロマンを感じますね、姫姉様って。すごいですよね。少々ギョギョしいが、まあよい。それから今後はハルキに噛みつくなよ。はい。それはダメなんだ。どうやらそこは譲れない一線らしい。やれやれ。すまぬが新一郎、頼んだ。心配の必要はないだろう。こんなしっかりしたお嬢さんなのだから。しっかりしてるお嬢さんだったら噛みつかないと思うけどな。ちょっと待って。お？ん？呼び止められた俺が振り返ると、突然小さくて柔らかいぬくもりが俺の胸の中に飛び込んできた。何してんだ。お？何？突然キツネ少女が抱きついてきて、鼻を細かく動かしている。え、なんだろう。混乱しながらも宇野花に助けを求めてみるが、宇野花が間に入るよりも先に少女はパッと体を離した。匂い覚えた。これで絶対に逃がさない。怖いわ。警察犬かお前は。もう本当だよな。ちょっとこの匂い覚えてくれっつって。自ら覚えていく。モテ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 、いいなぁ本当に。ね、宇野花さんとイチャイチャできるし、人の匂いを覚えるような相手とか後が怖えよ。確かに。確かに。いや、しかもあの獣の嗅覚があるからな、俺はちょっと怖いですね。はい、ということで、あーどうしようかな、もうちょい見たいけどな、長くね、撮ってもみたいなところあるんですけど。はい、じゃあまあここまでするか。はい、まあ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 、一応そのルリさんが来ましたよという回でございました。はい、今回ね、まあルリさんあれだね、もう4人目のヒロインということでね、これでまあ全員ヒロイン揃ったんですけど、なんか今までのヒロインとはちょっとなんか、なんつうのかな、こう毛色が違うというかさ。
まあ実際に毛色も違うし、なんかそのパターン、キャラクター性というかさ、個性的にもこうちょっと違うというかさ、なんか面白いね。もうなんかペットみたいな感じだよね。うん、まさきさんはまさきさんでちゃんとさ、こう、なんというかな、一人の女性みたいなさ、こうね、牙と爪の獣邸で働いててさ、ちゃんとガイアールさん、オーエンさんの手伝いしたりとかさ、学校行ってさ、ちゃんと勉強したりとかさ、まあそういう流れあったけど、このリンドウさんに関してはさ、ルリさんに関してはなんかもうね、ペット、ほんとペットだよね。なんか可愛い喋るペットみたいな、しかもちょっとこう幼い感じのみたいな、まあ相当年はいってるんだろうけどね。まあ宇野花さんのまあ従者というかね、まあそういうことだったら、いやーでもなんか面白いね、こういうパターンのキャラクターは初めてなんで、はい、次回以降もねちょっと楽しみだなということで、ぜひぜひ次回以降もお楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね。